くびれパンはお手軽便利、何よりも美味しいんです。口に入れた瞬間、本当に冷凍パン？と思わず言ってしまうくらいのもちもち食感。自然解凍するだけで、ほら、こんなにふっくら。レンジやオーブントースターを使ってますます美味しく、作りたての新鮮な風味をそのまま届けます。長期保存が可能だから、いつでもどこでも好きな時に好きなだけ、手軽に焼きたての味が楽しめます。くびれパンは大分大学との共同開発で生まれました。食事を制限する必要のある方のため、大分大学医学部とともに素材を研究、試行錯誤を重ね、大豆を主原料にした高タンパクで食物繊維も含まれたパンの開発に成功しました。また摂取した場合の実証試験もしっかりと行われ、機能性は保証済み。自信を持ってお届けできる大豆入りパンです。くびれパンで美しく健康に。大豆が主原料だから、高タンパクで栄養素もとっても豊富。食物繊維の含有量はなんとレタス一玉分。野菜が苦手な方にもおすすめです。またくびれパンに含まれている難消化性デキストリンは、食後の血中中性脂肪の上昇を穏やかにする機能があると言われています。食事に気を使っている方に最適です。そして大豆といえば、女性の味方イソフラボン。体調を整え、美容をサポートします。もちもちとした食感はよく噛むことにつながり、満腹感が得られます。毎日の食生活に取り入れて、美容と健康を手に入れてください。くびれパンは安心安全。全国に4万社余りある八幡様の総本宮、宇佐神宮のある宇佐市。そのほぼ中心に位置する大分県最大の穀倉地帯である宇佐平野。くびれパンはこの地で8年の歳月をかけて実現した、大分県宇佐産の高タンパク小麦、南の大地を使用。また食の安心安全を確保するため、工場内の衛生品質管理を徹底しています。歴史ある豊かな大地の恵みを受け誕生したくびれパン、自信を持ってご提供します。快適な食生活を楽しめるくびれパンをぜひお試しください。